ゆきほ、金太郎、あつし、あきらの自然時間。ゆきほ、金太郎、あつし、あきら、自然時間です。よろしくお願いします。はい、まず今日初めにコロナ、コロナ、はい、番組スタッフ出演者ともどもコロナ対策は徹底しております。よろしくお願いいたします。と、番組への質問等はこちらの方まで、ツイッターの方でお願いいたします。そして、はい、終わりあずうりからのご案内になりますけれども、番組応援の会ということで会員を大募集しております。会員になっていただきますと、はい、スタッフルームからの見学ですとか、テレビ電話出演など、あなたも番組に参加することができるそうです。ぜひ番組のホームページまでお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は、2023年になってから2回目の放送、自然時間。私たちもね、はい、2週間も久しぶりですけどね。そうですね。まずは皆様にね、まだね、私たちのことがね、そんなにわからないと思うので、自己紹介からスタートしたいと思います、はい。私は愛知県小牧市からやってまいりました。小牧の小牧城ってあるんですけど、小牧城のふもとに花屋をやっております。花千の草と申します。普通の花屋さんだと、まあ、花を作る、作ってある売るっていうのがベースだと思うんですけども、私の場合花風水っていうのをやってて、その方のお役に立てるようなものをちょっとこう皆さんに、例えば方向であるとか効果であるとかって、そんな感じで皆さんにおすすめしているんですね。去年もそんな話はよくしたんですけども、今年はそこを少し深掘りしながら、皆さんの期待に応えれる形で寄り添っていけれるような植物を一つでも多くご案内していきたいなと思ってます。ですからこの放送内でも、実はここでね、ちょっと、ね、植物の画像が流れなきゃいけないのは、なぜか流れていないような気がする。あ、流れましたこれでちょっと遅かったけどね、はい、これハウロチアって言って、雫石、朝ちょっと撮ってるんだけど、もっとねガーッとこう近づけ、多肉植物、あのね、先のねちょっとこうなんか透明っぽいとこ、あれ実は透明だなんですよ、水分なんです。なるほどで、そこのところで、なんていうのかな、こう光をこう見てヒーリングフラワーとしてね使っていただく、キッチンとか自分が一番よくいるところにね置いていただくのがいいかなっていうふうに思う植物です。で、このことをね毎回ねご案内していきたいと思うんで、よろしくお願いします。ってことで、じゃん、はい、金太郎です。静岡の浜松からはるばる終わりあずりさんにお邪魔して放送させていただいてます。はい、まあ趣味は最近はキャンプが多いんですけども、はい、多いですね、うん、年末もあちょっと出ましたね、ちょっと寒いところに行くのが好きで、うん、好きじゃないんですけどね、今行くとやっぱり寒いです。あの山中湖で行ってキャンプ、ちょっと10月もなんかいいロケーションいいよね。うん、いいですね、雰囲気だけでもいいですよね。ほとんどね仕事してるかどうかよくわからない。いや、毎日仕事して毎日お休みです、はい、いいわねそれ、はい、楽しんでます、はい、趣味を、まあ、人生楽しいが一番よね、一回しかないからね、はい、楽しみましょう皆さんも、はい、そうです、はい、私たち自然時間ってもともとそういうためのねあれですからね、うん、あるがままにそのままに全て受け入れてって、ね、これ経験豊富な私たちになったから言えるようなことではございますけども、うん、でもシニアと高齢者のアイドルの私たちとして出しました。アイドルですよ、いたしますと、はい、ぜひぜひこういったことをね楽しんでいただければいいかなと思っております、はい、うん、ということで、じゃん、はい、北陸は富山の方からあずりさんの方に来させていただいてる淳です。今まあカメラ持って毎日もあちこち撮影しながら走り回ってる感じで、仕事カメラマン、まあ仕事と趣味を兼用してるみたいな感じなんですけど、まあ年末年始なくまあ働いておるんで、まあそれが昨日あれだったよね、なんとか某番組のね、あ、そうですね、あのおかっぱ頭の人がね、本当ここで名前言いたいけど言っちゃいけないよね、なんですね、富山の美味しい食事をね、ちょっとねうどんの話してたけど、うん、まあ、行きたい私、うん、あれ見て、あ、ほとんど行った店だなと思って、あ、そうなの、そうなの、まあ、私もっと驚いたのが、うん、富山雪ないじゃんと思って、あ、今年はね、なぜか雪少ないんですよ、
でもさ、確かに年末だっけ、年明けだっけ、あの遭難したの、いつだっけ、昨年度の暮れですね。もうなんか遭難してね、はい、まあ、番組には間に合ったんですけど、打ち合わせに遅刻したんで、まあ、危うかった経緯があったんで、ね、でもまあ、後から考えると遭難して、ね、まだ生きていたから、まあそうですね、毎年遭難してますんで怖いですね、この人ですよ、保険料高くしてるのこの通りでございます、うん、まあ、また今年もまたよろしくお願いいたします。はい、お願いします、お願いします。じゃん、はい、陰キャではないんですがインドアのアキラです、よろしくお願いします。はるばる長野から出てまいりました。そうなんですよ、雪の降らない長野、私は 毎回こう子供が小さい時ってスキーとか結構やってて長野ガンガン行ってたんですけど、最近雪降らないんだよね長野ってね。北の方は降ってるようだけれども南の方は全然、アキラは南なんですね、うん、少ないですね、こっちの方だからね、うん、少ないです。長野ってビローンって長いよね、長いの、あのどっかのイタリアみたいにブローン長いの、人と形違うよ、そうだね、うん、かなり違うような気がするんですけど、なんかでも長いよね、そう長い、岐阜も長いけど長野も長いよね、はい、はい、で何、あのアキラのところはどうだったわけ今回、何が、お正月は、お正月はいつもと変わらず、お正月だから休みますとかいうことはないので、ね、なんで基本いつも干し柿作ってるから娘のところで、おー、あー、干し柿すごいね、あ、これ何、あの、これ、どこの干し柿なの、これってさ、違う、これってさ柿じゃないの、そう、柿よ、干し柿、あ、違う、あの乾く前の、そうそうそ そう皮むいて干しといて、そう、これ一回茹でるかな、これ茹でるんですか、茹でない茹でない、そのまま干す、あ、ですよね、ですよ ですよね、いやでも壮観ですねこれね、そうでしょ、ブランドですね、あ、すごい、なんかさほら傘であるじゃない、こういう下からこう取ってる感じの絵なんだけど、取りに行きたいですね、あ、行ったら写真を、うん、あー、ね、でも綺麗だ確かに、あ、本当にすごい、なんかこうじゃイクラみたいな、いや違うけどイクラかい、海鮮好きやね、海鮮好きなのよ、海鮮好きなの大好き、確かにオレンジ色だけど、いやイクラもあれよね、うん、こう照明というとオレンジよね、確か一度書きだよね、あ、本当だ、すごい、すごいブランドだよ、すごい超ブランドじゃないですか、一度書きってそうだよね、ブランドだよね、私あのなんだっけ、どっかの道の駅行ったらすごい売ってて、え、ここなんだと思って、スーパー行くとすごく高いんだよね、高いねこれね、なんか 5,6 個入って1000円ぐらいするよね、金額は分かんないけど金額は分かんない、うちの母がこの柿が好きでよく買いに行ったもん、うん、で母があの便秘になるからとかって言われて、あ、そうなのとか言いながら柿好きよ、だって作業だからね、やっぱり、だってこれ手作業なの、だって柿を取る、剥く、干す、ごめん、剥くのってこうね、あのあれだ、リンゴの皮を剥くみたいな、ギーって剥くんだけど、剥いて干す、でそこから下ろす、下ろす、でこうなんていうの、か加工じゃなくてこうちょっと粉が吹くようにとか、そういう感じするとか、なるほど、そうそう、あとは自分手で詰めるとか、本当に手作業、え、ちょっと粉ってどうやって取るの、え、勝手に粉出てくるの、甘い成分が、あ、はいはいはい、そうそうそう、あの干し芋だっけ、干し芋ね、あれ作るような感じ、あれもね、あれはまあ干してやってるからね、干して、うん、あれも粉吹くよね、そうなんだ、なんかめちゃくちゃ美味しそう、手間かかりそうですね、あれ干さないと食べると渋柿なの、そう、なんで渋柿を干し柿にするんだろうね、そんなこと私に聞いてわかるわけないじゃん、それそうだね、それそうだね、すいません、そうでした、あなたは作っているわけではない、娘さんが作っているなので雑用係でしたね、雑用係、まあこんな感じです、そうなんです、雑用です、素晴らしいわ、でもね、そうだよね、だって、農家一応農家さんって1年365日休みないもんね、そうすごいわ、すごいわ、でも豚とか牛とか飼ってるわけじゃない、違う、それ畜産じゃん、それは畜産じゃん、違う、だから365日休みじゃないってこともないかなって一瞬思ったんだけど、いやいや、夏はだってキュウリとかナシとか作るじゃん、あ、そうか、生き物だもんね、そう、へー、そうか、長野ってさ、あのアスパラのイメージが強いんだけど、柿の方があれなの、アスパラ、あ、そう、私さ、北海道じゃない、いや、スキー行ってた時、あのね、すごいさ、海の前はスキーばっかり行ってたんだけど、ガンガン行ってたら、あちこちからさ、アスパラ農家ってなんか出て、ホワイトアスパラとかよく買ったんだけど、あれ違うの、
や結構作ってる人はいるみたい。そうなんだ。でも長野が山梨が果物のように、うん、長野がお野菜なんだね。いやどうなの？いやでも柿は果物でしょ。イメージ的にありますよね。柿は果物でね。あ、発音おかしいよ。柿。柿は。あ、浜名湖あるんで。一大柿は一応有名だけど、うん、夏っていうかね、そういうと夏じゃないけどリンゴとか、うん、あ、リンゴ、そうね、リンゴだと思ってたよね。有名ではあるらしい。あ、まあ、ありますね。うん。だから果物の産地でもあるわけ。私さくらんぼとかもあるでしょ。長野。え、山形でしょ。これ混乱してるから。あんまり出荷してるとこは見たことがないかもしれない。黙ろうかな。いや、でも話題変えましょう。話題変えましょう。あちゃ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 あ。あちゃ、正月何してたの？仕事？正月はね、まあ例に塗って、まあ、年末年始カメラ構えて、まあ、あちこち走り回ってるんですけど。仕事をしてたのかカメラで遊んでたのか。もう今やもうこう仕事と も, もう全て ごちゃ混ぜ。講師ともにな、ね、仕事もないんだ、ね、うん、だからもうあの気がつくと、あ、10のお金だだし、気がつくと、あ、1月1日になってるっていうような生活です。おせち食べた？いや、あの全くそういったものは全く無縁で、ね、まあ、ごく世の中では年末年始という大きなイベントなんですけど、自分とっちゃ、まあ、昨日から今日になったんだけど、何も買わないなみたいな感じで。え、何何何、それでその何、ジョヤの鐘を聞きながら何撮ったの今年は？うん、まあまあ、あの雪景色なり。おお、ね、雪ないじゃん。まあ綺麗な夜空の時は、うん、あの満月を撮ったり。どうだ、あ、そう、これだ。まあこれ綺麗の一眼レフで撮ったんですけど、あのなんか黒いシミみたいな。そう、これがクレーターまで見えるね。そうですね、クレーター、の右上の方にクレーターあると思うんですけど、意外とね、自分の持ってる一眼レフって結構これぐらい撮れるんですよ。高い、ね、うん、でもすごいよね、月ってもしかしてもうすごい何万年で離れてるわけですか。何万年、そうですね、何万光年ですよ。だから唯一あのまあまあ人類が行った、ねね、他の惑星、そう、ね、唯一の惑星だね。最近なんか、うん、昔の人はだからあの模様を見て、そうそうそう、ウサギの餅つきじゃないかって言ってた模様が多分ね、こういった感じなんでしょうね。なんか光ってるが、あそこは何？これは何？白い白い隕石なんか当たった後じゃないの？ちょっと一度行ってみたいとは思うんですけどね。どうぞ行ってください。生きてるうちに行きたいですね。ですね。最近はもう宇宙旅行も行けるような時代になりましたから。そうだよね。あの人行ったの？行きましたね。あ、行ったの？本当、うん、高いお金出して、ね、お金持ちしか行けないの。ね、でそのうちだんだん行けるかもしれない。生きてるうちに行けると思う？そんな、まあ、私らの場合はちょっと怪しいかないう気もしますけど、うん、まあいずれは行くでしょう。なるほどね、まあ普通の旅行感覚でいずれは行くじゃないかなと。あ、行きたい。あ、行ってみたいですね。そうね、まあ、こんな夜空も撮るんですけど、あの、うん、富山にはね、立山連峰って言って、あ、知ってる、ライチャーのいるとこ、うん、そう、はい、あのまあその中でも唯一あの日本で一番、ちょっと発音おかしかったです、すみません、日本で一番あの一般の方は登山できるけど危険な山、どこ、剣岳、あ、有名な、それだけそのタイトルの映画もあるぐらいなんで、うん、なんか向こうの方からこうやって剣、あれが剣だけだよとか、うん、とんがってるやつ見るんだよね、うん、あの不思議なんですけど、他の立山連峰が今この季節もみんな雪つま、もう 雪結晶で真っ白になってるんですけど、うんうんうん、剣だけだけが真っ黒なんですよ。なんで雪降らないの？急すぎてつかむ、急、あ、とんがりすぎてるもんで、ね、うん、雪が定着しないの。へー、おっしゃった。なんで それほどまで険しい、うん、ただまあまあいずれまあちょっとね、あの言うと、うん、登山するの？してみたいなと。そう、うん、とじゃあ何でもやりたいんだよね。毎年撮ってるんですよ、剣岳は。へ、うん、撮ってる、写真を撮ってる。そうです、そうです、写真でね、はい、うん、写真なり動画なり。ただしあの動画撮ってどうするの？一応まあいろいろと、まあ、使い道はありますよね。楽しみがあるんですよ。楽しみ自分で考えたらそうですね、した方がいいんじゃない？うん、あっちゃん、はい、いろいろあるからさ、そうね、いろいろね、変なとこ行くと死んじゃうよ。そう、笑いすぎてね、それでなくても毎年死ぬ。笑いがね、いろいろだからいいんだよ、あなた。1年かけてゆっくり行きますよ。まあ順次、まあ撮影した画像なんかこれからまた紹介できたらしていきたいと思います。楽しみにしてましょう。すごいすごい。金太郎何してた？え、正月。私はやっぱりちょっとキラコとラブ、
まあ、きなこがいましたね、まあ、正月あの年末にまたキャンプに行きまして、先ほど出たね、はい、言ってたね、先ほどもちらっと出たんですけども、うん、あの山中湖のキャンプ場に行って、うん、ちょっと雪景色になってましたけど、さっき雪景色、雪景色がちらちらって雪があった感じだけどね、そういった時にはちょっとね、薄く積もったんですけど、うん、寒かったってことだよね、寒いですね、やはり雪があるってことは、雪降る前が寒いんだよね、あ、なるほどね、あ、そうじゃないの、よくわかんないです、うん、雪降る前が寒いんだよね、雪降っちゃうとそうでもないことね、ただ雪降った時と、うん、そうでない時の冷え込み具合はやっぱ違いますよね、あ、雪降る前の冷え込みはやっぱかなりきついだよね、うん、一気に凍結するみたいな、なんかすごい寒いと思うと雪が降るみたいな、ごめんなさい、浜松雪降らないんで、ごめん、そうだったね、そうだった、もうそもそもごめんごめん、もうこっちからこっちは雪降るところ、はい、雪降らないんで、一生降らない、一生、いや、あの全然降らない、チラチラっとはするんですけど、積もることはまずない、ですからやはり皆さん、あのスタッドレスタイヤ履いてないです、履いてないですから、うん、私は履いてますよ、キャンプ行きますから、あ、そうだよね、そうだよね、そうだよ、なんかさ、あ、すごいすごい、これは山、うん、あのちょっとね、あの雪が手前にちょっと見えるんですけども、うん、山中湖でちょっとキャンプをした時の焚き火ですね、うん、いいよね、ちょっとね、これなんか武将のあれみたいな、うん、武将これあるじゃないの、時代劇でこれ武将がそうそう、この辺にお殿様とか出陣前の、そうそうそう、なるほど、そういう景色の時出たんだ、これからちょっとなんか楽しいですよ、ね、キャンプって冬も全然 OK なんですよね、冬が楽しいです、うん、って言ってたね、夏場に行くのが結構メインなんですけど、冬楽しむ人は本当のキャンパーみたいな、あ、そうなんだ、確かに、ね、なんで夏は虫がいる、うん、暑い、冷房がないでしょ、はいはいはい、冬はあの暖房ができますんで、うんうん、あ、そっか、まあ、焚き火全面は暖かいですけど背中は寒いですけど、でもなんか着るよね、うん、もちろん着てるけど、まあ、うん、でテントの中はストーブを焚いて暖かいし、あ、そういえばさ、ストーブね、二酸化炭素ってないの、ああ、電気ストーブ、いや、灯油ストーブなんで、あの警報器をちゃんと設置して、と、まあ、換気さえ、換気ですね、気付ければね、その大丈夫ですね、キャンプ楽しいです、あ、そうなんだ、できなこが走り回ると、ね、きなこが走り回って寝るときは、あの、コロナ、私このキャンプファイヤーのこのキャンプ見て思い出したんでさ、焼き芋どうした焼き芋持ってくる約束だったよね、いや、約束はしてないですね僕は作らないけどね、まだ年内あのでして、今年になったら食べてないです、ね、焼き芋食べてないですね、私は毎日食べてる、え、自分で作ってんの、電子レンジが、いや、オーブンで焼いてくださいよ、最後だから1時間何歩かけて作るの大変とかって、はい、次のキャンプのお土産に待ってるわ、いや、キャンプ結構時間経つからね、はい、ここら辺 の、 あのドラッグストアかスーパーで買ってきたやつじゃないけど売ってますもんね売ってますよ、ドラッグで売ってんの今、売ってますよ、あのスーパーでも売ってます、だけどこういうさ、火の中にさ、私昔キャンプやった時、あのアルミホイル、その前に新聞で濡らして、新聞をでアルミホイルをでタッピーの中放り、いいね、で匂い、あの香りがしてくるんですよ、今焼ける、甘い香りがしてきたりするとまた、蜜とか出るとベタベタになるよね、そうそう、美味しいですね、やっぱり、うん、ね、やっぱり、この時は何泊で行ったの、この時は大体2泊3日ですね、だよね、で1泊2日はしんどいよね、そう、設営しても朝すぐ撤収ですから、そうだよね、設営ってどのくらいかかるの、2時間からまあちょっと大きいテントなんで、まあ、テントもありますね、あ、明らかにしてるからね、中でね、うんうんうん、ですからちょっと2時間から2時間半はかかるんで、撤収は、撤収ももうちょっとかかるけど、この時ね、最悪で、うん、撤収日雨だったんですよ、うん、あ、まあ、自然のね、そう、でもさ、予報見て行ったよね、あ、もう行ったけど、まあ、予約してるし、まあ、いいか、まあ、天候が荒れてこようが変わろうが行かなくちゃいけないってことですね、そのまま撤収の朝から昼までが雨で、はい、からもう雨が上がってたんで、じゃあこうやってさ、昼までこうやって待ってればよかったです、帰るの遅くなるし、追加料金取られるでしょ。雨の。雨の中。撤収しました。で帰ってきてからのテントを、うん、あの干すんだよね。干してやるのがまた大変ですね、雨の日は。でもキャンプの時って何食べるの？いや、そんな食べ物こだわらないんで。あ、そうなの？ランチおじさんなのに。知ってますか？この人ランチおじさんですよ。もうこの方のインスタ見てください。ランチだらけ。ランチときな粉しかいない。すごいよ。きなこちゃんは犬の名前です。きなこは犬の名前ちょっと、いや、あ、いや、そうそう、でランチ、うん、ほぼ、あなたはいつ働いている、毎日働いてます、はい、
すごい高そうなものばっかり、ね、いや高くないですよ、ね、一緒にねお肉食べに行ったけどね。でも忘年会やったのね。そうそうみんなでやって ね、うん、忘年会やりましたね。競争会みたいにした焼肉食べてねえ。今度はゆっくり食べましょう。戦いは、ね、戦いはで富山にも肉とあの魚を食べに行きましょう。まあ海鮮はまあ肉と、ね、お任せください。富山肉行く富山ってあの能登牛ありますね。楽しみだ、ね、今年いっぱいいっぱいみんなでいろんなとこ行く楽しみ、はい、ねえってな感じで、はい、でねところで聞いてください。私皆様に言いましたけどもあの沖縄行ってきましたよ。沖縄知ってますよ。あ本当に、うん、聞きました聞きました。何そんな羨ましそうなショックなような顔して人の喜び楽しみを、うん、なんか一人だけすごい楽しそうだったよね。はいはいはい。ちょっとよかったらちょっとあの、うん、あのあれですよ動画これねあの飛行機の中なんですよ。それ私こういうの好き雲海というか、はい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 、こういう雲の状況マシュマロみたいだね、うん、でこれが間もなくね、うん、そう沖縄着きますよっていうところなんです、ね、あの船って言ったの遠くに見える。あ違う違うあこれねこれねあハッピーニューイヤー私今から海に行きますっていう、この上にスウェット着てそうそうやってたんですけど、うん、ほぼ低体温症のギリギリのところで上がってきました。いいなめちゃ綺麗。あのねそれこそ金太郎さんが冬のキャンプがいいっていうように、うん、冬はあのみんな入らないじゃん。で特に沖縄は砂地じゃないから。あこれね氷島あの嵐が何だっけラブクロックあのハートの岩っていうところがあって、はいはいはい、でそこへ行くためにと あれここ恋、うん、人たちの聖地、ね、あ本当だ。私これどう見てもシャチの尻尾に見えるんだけど、これがねあのそう向こうでシャチの尻尾あの、うん、ちょっと居酒屋さん行って、はいはいはい、まあ、この時ほとんどちょっとだいぶ出来上がったんで思いっきりあの踊ってきましたけど、うん、楽しいんですよすごい。これ向こうの人ってすごい、ね、これライブハウスじゃないか、ね、ライブハウス指笛。あでこれねあの私の大好きな植物たちだけどももう何でしょうね、うん、地植えですね、はい、地植え。だから私たちがほとんどは鉢に入ってるものが地植えでめちゃでかい。もうそれもそう引っこ抜いて持って帰ってきたかったけどね。綺麗な緑、綺麗でしょ。色がさやっぱ暖かい国と暑い国って太陽の加減が違うからすごい綺麗。あでこれがね金太郎さん好きな食べ物よ。いや好きでしょ。海鮮でこれがねお菓子御殿でのねちょっと向こうのあの食生活でこれがガーリックシュリンプとかで行った日はもう海あこれねいいのあのたくさん食べてる。ありがとう。これでパンケーキ、うん、ハワイアンパンケーキ。あこれがね琉球の牛めっちゃおいしい。私あのほら牛の寿司あこれ私ああファミリーですね。ファミリー12人総勢12人で行ってまいりましたがね、はい、とかじゃあまた海が出るんですけども、はい、そんな感じでねこれちょっとねあの短い動画をね作ってね皆さんにお見せしようかなと思ってあれしたんだけども、うん、めちゃくちゃ楽しかったです。本当に2泊3日3泊4日3泊4日うそうそうそう2泊だと早いんですよ、うん、結局飛行機で行って朝早朝の飛行機で昔って夜出たんですよ、うん、夜出てで次の日の朝から海入って、うん、で海入ってまた夜帰ってくるみたいな感じだったんだけど、うん、もう今飛行機の便数が、まあ、コロナもねいろんなこともあるからすごい減ってて、はいはい、で結構早朝の便で行って昼ぐらいには着いて、うん、で着いて一番びっくりした3年ぶりの沖縄なんだけども、うん、ハワイ着いちゃってさ沖縄なのにもうハワイアン流れるしで一番最初に、まあ、そうコロナで行けなかったからやっぱりハワイ行けないそうかな、うん、で海風テラスってとこあるんだけど、そこなんかアヒポキあの、ま、ハワイでいう、マグロ丼さっき言ったガーリックシュリンプも、もうあのハワイのやつで昔ハワイ行った時とかってその地元の人に連れて行ってもらったりとかしてたんだけども、うんうん、ここは確か沖縄だよねと思いながらめっちゃハワイ付いてて音楽も、うん、あの沖縄のあなんて三線とかじゃなくてハワイアが流れてておおみたいな感じでそうだからで日本ってさあのマグロって言ったら、まあ、ほぼ大間とだどこだっけ八重洲は違うよね。八重洲もカツオですカツオだからね。でなんだけど沖縄ってマグロ船を持ってる人が多いのよ。だから自分のとこでマグロ釣ってくんのよ。釣ってきてでさばいて食べさせてくれるから、うん、めちゃくちゃあの沖縄で沖縄え知らない。沖縄ってマグロ船持ってる人多いのよ。知らない。だから宮古でもマグロ屋がすごい多いのよ。で沖縄行ったらもうマグロは食べるべき臭くないし
で、下手な青とか赤とかの魚、ごめんね沖縄の人、うん、だけどマグロは美味しい、まあまあ、マグロ美味しい、マグロ美味しいよね、マグロ美味しいで、全然その全然臭くないし、あきらさんマグロ臭くないですで魚嫌いだもんね、魚嫌いだもんね、生の魚大好きだから私だって私あのこう潜った後にハリセンボンでこうやってこうやって水の中でこうやってこうやってこうやって遊んだ後に刺されない、刺さってこうやってこうやってこうやって、いや大じゃないそれ、違うってブーンってブーンってやった後になんか市場で、あのそれの唐揚げとか出てきた時にさっきやってたやつだと、かわいそう、ひどすぎる、でも違う違う違う、マジ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 、全然本当にあの、はい、ね、北海道行くとやっぱり魚介美味しいじゃん、富山も美味しいじゃん、でやっぱり沖縄なら沖縄の食べ物の中でやっぱマグロ丼美味しいし、知らなかったね、美味しいよ、あとアグー豚とか、あ、豚は有名ですよね、でもアグー豚もねめちゃくちゃ脂っこいの、なんかこう食べたことでベーとか油が出てきそうな、そうなんですか、だから島豚屋っていうのがあって、そこは、蒸しなのよ、だから蒸すやつは結構いい、落ちちゃうんだね油がね、そうそうそう、あとさっき言った琉球の牛、あそこはね12人ですごい金額払わせていただいたけど、はい、水牛なの、水牛は、水牛あれは違う、水牛違うの、水牛違うとこよ、水牛違う、普通の黒牛、でもあれって本当はさ松坂だけどこだっけ、どっかにいるのを、持ってったね、そうそう持ってって、それで、ね、そうそう、あの山の上で育って、それでを食べてるから沖縄の牛になってるけど、本来は違うとこから来てる、みんなそうだよね、そうそう、で琉球の牛はすごい美味しい、で今回何予定してた2日間海に入る予定だったんだけど、ね、予約が取れなかったし、そうそう波がすごくって船が出なかった、うん、だからしょうがないから浜から行った、はいはい、浜から入った、浜から歩いてった、でその途中で何回もこけて、そこまでして入りたい入りたい入りたい、すごいね、あのもうあの無理やり船に乗っていけないことはないけど、行ったら最後、うん、吐くだろうって、船酔いするぐらい揺れてるんだ、そうそうそう、だから2メートルだったか3メートルを超えると船は出せなくて、で天気も悪くて、行った日に雨だったね、はいはいはい、でもう波が高いの分かってたから、あ波高いな、どうだろう、何回も何回も行ったり来たり行ったり来たり、で次の日もう予約取りたいっつったら、予約次の日いっぱい取れない、え嘘でしょって思ったら、みんな狙ってるから ね、 ね、いけない取れなかったからで、とか言って私、あじゃあもうこの日何が何でも入らなかんと思ったら、やっぱ前日に電話かかってきて、うん、ごめんなさい、やっぱ船出せないです、あどうするんですかっつったら、前田漁港ってあるんで、そこから行って、そこにあの車で行って、そこから今度あの背負ってこうやってダダダダダダダって海にバーッつって、あ、うん、その冬だから波がすごいのよ、いろいろボンベもつけて、もちろんで、こうやってこうやって結構な重さじゃないですか、大丈夫だって、海が待っている、装備はね、で、ちょっと飛んで、そんで、そんで、まあ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 、それでちょっと、うん、あの寒いし、その宇宙で入ってくんだけど、こう岩の間からこう波が入ってくるんじゃない、はいはい、でこう外でガーガーって言ってんの、宇宙海のこの小さいところスーッと入ってくるから、ドーンとぶつかって、ドーンとこけて、でそれを繰り返しながら行って、この辺3メートルで、あそうですかドーンみたいな感じで、根性やね、で向こうの人がすごい、向こうの人ですかあのそろそろどうですかって言われて、あの全然あれなくて、沖縄の人すいません、って言ったら、もうそれ以上だと低体温症になるギリギリ、そうですよね、寒くて痛いですって言って上がったので、私はそのまま命の危険を感じてまでやるのね、すごいな、でそのまんまホテルに帰ってシャワーを浴びて、ちょっとお風呂入ろうと思ったら、うん、電話かかってきて、もう次の予約、シーサー作る予約入ってるからって迎えに来られて、もう塩まみれのダラッダラの中、まあ、ただ飛行機で車に乗せられ、シーサーズ君、楽しんだね、本当に、そうなの、そうなの、すごい、いい正月でしたね、本当に、本当にありがたかったですね、最後の最後までずっとそんなんで、そうなんですよ、本当で、あの美ら海とかも行ったんですけども、この水槽の中に飛び込みたいと思いながら、いやスタッフになればいいじゃん、ぜひやってください、もうね、ちょっとみんな行きたいでしょ、一緒に、うん、いいですね、沖縄、あんちゃん行ったことあったんじゃなかった、あるんですか何その泣きそうな顔はちょっとあのいい思い出と悪い思い出は両極端がありまして、うん、あ、そうなの、いい思い出から聞こうか、悪い思い出から聞こうか、悪い思い出、じゃあ悪いこと、最初悪くて最後明るくみたいなの方がいいと思うんで、じゃあどうぞ、じゃあ今日は悪いやつ、あのいつ頃の話かというと、ほう、
20代の頃なんですよ。だからまあ、だから30年以上前なんですけど、当時あの多分どこの町もそうだと思うんですけど、あの町内の消防団というみたいなのがあって、うん、まあその自営業やってたりとか暇なあんちゃんらおっちゃんらがその町内の消防団に入れなくちゃいけないっていうのをあの仕組みをやりまして、うん、そう入ってたんですよ、うん、自営業だったんで、うん、たらそのあそうだねバイク屋さんだもんね。そうそうバイク屋もそうやってて、うん、まあ自営業やってたんで、うん、あのほんたらあの当然その町内の消防団に入れなくちゃいけないっていう背景があって入ったんですけど、うん、当時はその消防うちはあの7分団だったんですけど細かいこと言いますけど7分団あの1分団2分団3分団っていう分団名です、うん、うち7分団なんですけど、うん、それでその中にあの私が20代で入った時に、うん、私の上っていきなり40代ぐらいのおじさんだったんですよ。へーすごいね。4、50代のおじさんが10人ほどいて、うん、その中に私唯一20代で入った方です、うん、だその分団で沖縄旅行に行こうといいねことになっちゃって、なんとなく先が見えてきた、うん、ですよね、うん、一人だけ若いんだね。うんそうです一人だけ若いです。だ当然まあ行きますよね。でまあ夜は当然すごい大宴会になりますよね。飲みますね。で2時間に行こうっていう話になって、あるちょっとまあ一番仲良かった40代のおじさんに、うん、よ私お前来いと、うんうん、外に飲みに出るぞという形で、うん、だまあ当時のネオンがいっぱいあるとこね、長かったとこうん、なんかですね、うんうん、ほんとはその中の飲み屋のある一軒に入ったんですよ、うんうん、まあその時、まあ、私含めて 4,5 人いたかな。へえ。ただもうその時点でちょっとあのかなり、ね、出来上がっちゃったんで、うん入って女の女性とかちょっと黒服 の女性とかすいません黒服のね方がキャバクラみたいなところですかね。そういうね、キャバクラって昔あったの、うん、そういうところだね、うん、楽しく飲んでて、うん、あ気分いいわーみたいな感じになってて、そのうちにまあ寝ちゃってた。あなた寝たらダメよ、うん、あらで、まあ、寝ちゃって、まあ、目が覚めた時に、うん、まあ他のおじさんたちはもうすでにいないと、はあ、放置状態だね。周りは黒服の方々に囲まれてると。え本当に黒服だと。まあ、黒服もいるし、赤くはいないわな、まあ、ちょっとまあお友達になりたくないなみたいな人も、まあまあ、囲まれてる状況でなんで囲まれるの寝てるだけなのに。いやまあ、それはいろんな事情が発生したんだね。目が覚めた時にその状況がちょっと理解できなくて聞くと、おじさんたちはもう先に帰りましたと。お、うん、残ってるのはあんただけで、まあ、おじさんたちも料金払わずに帰られたんでという最悪話になってて、うん、まあその後ちょっとまあいろいろあったんですけど、いろ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 端折って、まあ、でも一応まあ無事にまあ帰ってきて、うん、ね、今ここにいるわけなんで、すごい思い出やね。それはさ、うん、全部さ、うん、払ったってこと、うん、でしょうね。現金で払ったのか、体で払ったのかはまた体で払ったって体はそれはなんか払わないしたの、まあ、まあまあまあそこら辺は置いてて、うん、実はこの消防のネタはまたいろいろあるんで、まあそれはまた後日またいろいろと後日だ、うん、ま、前振り実はこの沖縄事件の前にちょっと前振り一つあるんですよ。まあ、それはまた後から聞きましょうかね。もったいない、もったいないの。そうなの、うん、まあ、でもちょっと聞きたいな。あ、じゃあちょっとちょっとだけ、ちょっと予告編を、まあ、当然消防団なんで、うん、地元に火事が発生すると出動するわけですよ、うんうんうん、だその時にまあその富山の中でいま、うん、だにちょっとあの伝説になってる大きな大火があった、うん、火事があった、はあ、だったあったんですけど、うん、その時に当時出動してて、うん、その先でその例の置き去り食らったおじさんも絡んだちょっとあるちょっと事件が一つあったんです、うん、まあそういった話そこまでで詳しくはまたまだ今度またそれはそれだけでまた一つネタがあるんですごいねすごいね、うん、あっちゃんって、うん、でもその後結婚した時に新婚旅行で沖縄行って楽しく過ごせたんで、まあまあ、あっちゃん結婚したことあるもんね、うん、沖縄いいとこです行ったことないな、うん、行こうよ、行きましょう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 、あそこで一人ね、あのお面の下でうわまたこんな話なんかってあのね、皆さんねお面つけてるからわからないでしょうけど、あきらさん結構ねうわまたこいつなわけのわからん話してるとかねいやまた遊ぶ話、あまた食べる話、こんなことばっかやってるっていう。あきらさんどうしてもねお若いのでね、すいませんね、一般的にはちょっといいお年頃なんですけど、私たちの中では一番若手、ホープと言います。いや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 ねそうなん
だ。インドアだもん、私だって。インドア、インドア、インドア、インドアっていう言い方ね。言い方いいよね。インドアです。キャラクター的にはちょっとそういうイメージはないんですけどね。インドアにね。インキャラじゃないんですけど。インキャラではない。インキャラじゃないんですよね。インドア派なんで。ね、インドアってお家にいる派っていいやつよね。そう、ドアの内側大好きよ。ドアの内側が大好きよ。私じゃあドアの外側が大好き。そうでしょでしょ。バランス取れてるんですよ。ですよですよ。ね、でもさ、この3人ともアウトドアじゃないの？はい、いや、インも好きですよ。インも好きなの？お家好きなの？お家好きですよ。キラコいるし。あ、キナちゃんね。あとはまあ家でね、あの映画を見たり。うん、あんですよね。映画なんか見てたね。映画好きですね。成宮くんじゃなくて。あれは映画館行きましたね。私もアバター3回見たの。アバターは見てないです。長いからアバター見て、なんかあとなんだっけ、ブラックナイトパーレード、見た。映画好き。私たちね、実はね、あれなんですよ、ゲイ仲間。こう見えてゲイって、ゲイってそっちのゲイじゃないですよ。芸能のゲイですよ。こっちのゲイじゃないですよ。芸能のゲイですよ。こっちのゲイは知らないですけど。違います、芸能の方です。芸能の仲間、芸仲間と言っております。だから全然知らない、なんか富山に長野に静岡に愛知ってさ、全然違う土地なのに、なんだろうな、もう2年、もうじき2年になる、もうじき2年になる知り合って、ね。ね、はいはい、で本当に全然、まず住んでるとこ違う、環境違う、都市違う、なのに一緒にね、こうやってね、番組ができるって最高幸せだなと思って。ご縁があって、まあ、ご縁ですね。ご縁だよね、ご縁だよね、本当にありがたい、ありがたいね、はい、だってこうやってね、いろんな旅行の話もできたりとかね、あっちゃんのね、悲しい形が普通聞けないですからね、いっぱいあります。そう、一般にさ、普通にパッと見た時になんか怖そうに思いません？道元さん、どうぞいらっしゃいましたみたいな。道元さんね、体扱いしないとなんてね。私こうやって見てるとあれですけど、この方180あったっけ。ああ、はいはい、ね、大きいもんね。すごい大きい。私157か8なんですけど、なんかこうやって見てるとこうやってなるけど、立つと急にこうやって見えて、あれとかいう感じで、あなたこんなに大きかったっけみたいな、はい、存在感ありますね。ね、そうなのよね、いるだけですごいよね。だからいいよいいよ、芸能の道をこれからどうぞ突き進んでください。なんか投げやりやな、投げやりやな。ほぼ金さんも背高いよね。何、金さんも背高いよね。いや、72ぐらいでしかないですかね。まあまあ72、14センチ違うか。そんなに違って見えないけどね。誰が、え、あちゃんと、あちゃんはだってほら横にあるから。今一瞬さ、今どうやって言おうかなって思ったんだけど、横にあるから。ひどすぎる。ありがとうございます。すごいストレート、ドストレートだったね。ありがとうございます。血管を浮きながらありがとうございます。かわいいね、あっちゃん。いい。ね、そんなことは常に体重を管理してますからね。そうなんです。そうやね、おじさんすごい。毎日ヘルシーになるとやっぱり。そうそう。ご飯食べない。いや、食べますけど、毎日ヘルスメーターに同じ時間に大体に行って。朝起きて。シャワー、ご飯食べてシャワー浴びて、その時に測って。ちょ待って。朝起きてご飯食べてシャワー浴びて。で体重を測って。何あだ。セレブみたいな生活。いやおじいさんが朝からシャワー浴びたら心臓発作で死ぬよ。ひどいな。え、だって朝寒い時にシャワー浴びたらね。いや、まあでもまあ、あったかいですよ。お部屋のほうあったかいでしょ。いやもちろんストーブ炊いてるしね。でも寒いわ。シャワーの温度上げてますからね。お風呂入る時ちゃんと温風やってる？お風呂は入らないですか。シャワー。最初シャワー出すじゃないですか、バーって。で、脱いでる間に部屋が温まって。おでしゃは夜お風呂入んないの？お風呂入りますよ。綺麗好きだね。今日もシャワー浴びてきたんだ。はい、シャワー浴びないと出かけられません。あきら、私たちさ、女子だよね、多分。そんな朝時間あるわけないじゃん。エチケットです。じゃあもう入る？一応入りますよ。あきら、私たち女だよね。まさか。朝そんなシャワー浴びてこないわ。いや、その分早く起きればいいじゃないですか。やだ。じゃあ私は早いです。私は早いですよ。私寒くてそんな時間に入れません。いや、早すぎない。髪の毛乾かすのどんだけかかると思ってる。あきらさん、髪の毛上がる。すごい知ってます。お面であんまりわかんないですけど、あきらさん、すごいじゃん。ビローって後ろから見たらなんか、貞子かなと思って。貞子。私今日写真撮って。
ってて初めて気がついたけど、いや貞子みたいな大したもんですよ、あのね、うん、なんでこんなに長く伸ばせるのとか思って、ご主人が好きなんですよ、髪の毛の長いですよ、いやそういうことじゃなくて、あそうですか、めんどくせえんだよ、こんなこうこうってこうってじゃあ髪の量が多いから上からかぶせないとさ、すごいことになるもんだから長くしてるの、髪の量が多いのよ、多いとそうなの、そう、え、でもいいんだよ、私たちの重みで抑えるの、だんだん髪の量減るのよ、そうそうそう、年とともに減るんよ、減るの、私は減らないけど、これでも減ったけど、あ、そうなの、これでもね、ちょっとね、でもまあ、あちゃん知ってますか、髪の量ないんです、いや、それ触れてきてないんで、量がないからないの、だから名前もちょっと変わってるんで、昔からお坊さんのほら、そうそう、あ、そうだね、お寺関係ですかってよく言う、はいそうですって言ってたよね、でも、あ、全く違うんで、無関係なんで、え、でもさ、なんかの大河ドラマに出てくるなんかみたい、あ、道元さんじゃなくて、なんだっけ、道元さん、え、あ、まさにね、そうそうそう、あの、違う、不倫火山、昨日ちょっと見てたけど、武田信玄、そうそうそう、武田信玄の、はい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 、ね、ちょっとね、ね、ね、本当すごいわ、すごいわ、あとね、もうちょっとね、頑張ってこう生やしてみようか、昔ここら辺でもこうだった、この間のバイクの写真そうだっけ、まあそうですね、あの時も結構生やしてる、まあ上がない分下も生やすみたいな、体がでかくてひげが生えてるとだからすごいよね、怖いよね、なんか向こうの人みたいだよね、うん、だからね、私スーツ着て、うん、ね、普通に歩いてるといや当然ちょっとあの道こうあの10階のようにこうすごいですね、道が開ける時がたまにあって、うん、すいません、すいません、一般人ですけどみたいな感じで、ね、下げときなさいよここから一般人ですって言って、はい、一般人です、ここで、ね、いや一般人です、笑顔がいいよね、ちょっと目が優しいから、あちゃん、うん、ありがとうございます、そう言ってくれるフォローもつかないとさ、あ、本当だ本当だ、泣くとかしな、あちゃん優しいしね、いじめるからいじめてない、いじめてない、もう毎回毎回泣いてます、かわいそうに毎回泣いてます、一緒ですか、フリ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 、あのね、私に何か言われてもね泣きません、現実問題で泣いてます、うんね、もうなんかさ、基準に塩塗ってわさび塗ってやめてやって、まひどいよねひどいよ、ね、でもさ、この間も最終的にあの方が一番あの擦り込んでました、なんでなんでそんなことなくない、最近あのそれ心地よくなってくる人本当そういうことに快感を感じるようになって、うん、おっかないわって感じで、なんかこんな感じでね毎回いろいろと話をしてるんですけども、はい、まあ、本来ですと本来ですとって言い方おかしいですね、今日ね、あの実はあの本普通でですとアキラがナレーターなんですけども、うん、まあ朗読をやったりで、私たちもともとねボイスドラマとか、まあいろんなこの方たちはねちょっと違う芸能のところも出たりとかね、で私はただの花屋のオーナーですけど誰か違うけどね、でっていう感じでやってるんですけどもう、来月の、さじめの放送の2月の、6日のね、6日の日には、ここの終わりアズーリでやはり番組持たれてる岡本純一の深掘り取材っていうのをやってる方がいるんですよ、でこの岡本さんが私たちのために、まあ、朗読の台本書いてくれたりで、今日はねまたお会いするんですけども、ボイスドラムの台本とか書いてくださってるんですよ、でそれを私たち2月ぐらいからまたこうあの放送していきたいんですけども、その2月6日にですね岡本さんに来ていただきまして、はい、ゲスト出演していただいて、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、岡本さんよかったらツイッターに何か書いてちょうだいそうでその岡本さんすごい個性的だよね、うん、すごい才能豊かですね、あの何でしょうね、笑い方が面白いえ、そうだ、そうでしたっけ、いやお会いしたことないので何ともここで2人はお会いしたことない、私たち2人は会ったことがあるんですけど、私隣の席にいたんですけどでもまあすごい楽しい人楽しみですで、めちゃくちゃ頭が良くてびっくりしちゃうからね、あん無理です、なので次回2月6日の放送の時は、うん、アキラの朗読も聞いていただけますけど、その朗読のために書いた台本岡本さんがゲストに出て、そして、まあ、今日のようないろんな話をしていきたい、そしてあっちゃんの1年経って1回何回泣いたかなどんな不幸が今日は待ってるのかな今年は、ね、新しい出会いを求めてるんですもんね、そうですね、独り身なんで
ね、お願いします。もしよかったらあのすいませんこんな人ですけど、いい人ですよ、いい人だよ、性格はね、とってもいい人です。性格はですか、あの見た目もいいです、全てはいいです、はい、あの人はそれぞれ捉え方が、うん、でもあのいいじゃないですか、こうやって公の場で自分 の、うん、あのいろんなこと洗いざらい喋ってくれる、洗いざらい楽しいじゃないですか、ね、そういうのも踏まえながら、うん、1年間ね、はい、やっていきたいって思ってるし、はい、そうさっき言ったように、うん、あんちゃんが今年はいくつ泣いたか数えてくれて、ピンポンの人には漏れなく浜松のうなぎが届きます有料です、嬉しい、ね、うん、そうそうそう、花ですけどね、花でもいいですよ、花、花いいのよ、ね、別にちょっとあのそうそう、皆さん知ってます、ツイッターの方を、普通にくださいご意見、あの、うん、別に、番組放送中にツイッター書いてくれたらそれにお答えしていきたいと思うんですけども、はい、番組放送中じゃなくても、うん、私インスタとか YouTube やってる、そこに、アドレスとか載せてあるので、うん、そこからちょっといったコメントいただいたりとか、うん、ワリアズーリのツイッターにコメントいただくと私たち耳ピッと入って、あ、そうか、あっちゃんの出演話ですね今日もってみたらとかそんな話をね、いろいろしていきたいと思うのでね、はい、ぜひぜひね、あの、うん、お問い合わせくださいし、またご意見くださいということで、もうあと残り5分になりましたけれども、そうですね、うん、どうですかアキラさん、今日2023年2回目1月ってさ、ほら何いろいろとさ節目の時で、うん、なんかさ新しいスタートで、正月やった時はさ正月気分でさ半分ちょっとこう酔っ払った感じじゃない、いや私お酒飲まないけどな、酔っ払いかあたいらだけ、あたいらだけ、あたいらだけしか酒飲まないあーねー、うん、だけどどうどうあちゃん今年なんかあんちゃん、さっき言ってたよね、なんか抱負、そうですね、やっぱほらまだまずは夢あると思うんですけど、うん、それやっぱ見るだけじゃなくて、まあ、実現する方向に、ね、持っていけば、うん、いやでもさ、ね、半分ちょっとかなってんじゃん、そうだそうだ、まあ、ちょっとですね、ちょっといいじゃん、もう100で、うん、でもさあんた贅沢だわ、ないよ、フォーカスしちゃいかん、あるを見なきゃいかん、ほだほだ、そうでしょ、私ね見てごらん、落第したから落第としてるこれからもありますからね、そうですね、いろいろ楽しく頑張りましょう、そこは、うん、またこの人たちちょっと違うところで拝見して見ましたら応援してやってくださいね、で、はい、で、あのアキラの声もよかったら皆さんのところお届けしたいので例えば朗読会であるとか、本読み会であるとか、あと何があるの、ね、そういった何があるの何があるのナレーションであるとか、はい、あの朗読劇ってあるじゃないですか、うん、あれとかってすごくね、あ、岡本さんもねやってますけど、朗読劇とかいろいろあったらぜひぜひね、アキラ、はい、ツイッターどこ行った、ツイッターこっちの方にアキラ希望って書いてくださいよ、道元必要だったら道元希望って書いてください道元だったのね名前、道元の、ね、あのキャンプアーチャーこっちね道元必要だった、で花は私、花というか植物ですねというな感じで、それぞれにいろいろな、ね、ことをやってますので、ぜひぜひぜひ何でもいいです、ご意見いただけたら、ね、すごく嬉しいと思います、嬉しいですね、はい、お待ちしております、はい、お待ちしてます、じゃあ今日はこの辺で締めちゃおうかな、はい、沖縄の話楽しかった沖縄みんなで行くよ、もう一回行くよ、私絶対見ないで行くちょっと足りないから一緒に沖縄行きたい人どうぞ言ってください待ってます、だけどこの間一人旅がどうのこうのさ言ってなかったっけ、だから一人旅にならないのよいつも、ねえ、やっぱりもう2日目でこうですよ、ね、ね、今年の目標は一人旅、はい、そういうことですどっち一人旅してる、まあいいか一人旅まあいいや、はい、みんなで行こう、はい、ということで、はい、自然時間今日も楽しく時間過ごさせていただきました、また次回2月6日お会いできるのを楽しみにしています、ではまたまたありがとうございました、ありがとうございます。